ウィネ,ネッカの冬は寒い。井戸はだいたい北海道の真ん中くらいで寒さも似たようなものである。雪は少なくて普通のとしては五寸も積もれば皆大雪と思っている。三寸くらいのことが多く寝雪になることはまずない。 気温が低いので溶けることはめったにないが風が相当強いので23日もするとみな蒸発してしまう雪は少なくても北海道くらいの寒さで風が強いから外はずいぶん寒いしかし出歩きは大抵自動車だし家の中は暖房がよく設備されているので寒さはそう気にならない問題は雪だけで。 三寸も積もると自動車がスリップをして誠に危険である。自動車のスリップは非常に怖いもので相当速度の出ている時に急にブレーキを踏むと車体がぐるぐるとコマのように回ってどこへ行くかわからない。道の上にはたくさん外に自動車が走っているので大抵どれかとぶつかってしまう。夕方。 今の窓越しに表の道路を見ていると、仕事場から帰る自動車がどれもこれもそろそろとまるで這うように動いていくことが時々ある。夕方から気温が下がって雪が凍って滑りやすくなったのである。そういう晩に娘たちが何か出かける約束でもしてあると妻が心配してくどくどと注意をする。 そして「分かっていますよブレーキの踏み方私がママに教えてあげたんじゃないの?と」と建築を食っている一番怖いのは朝である夜中に気温が下がって雪が凍りその上に明け方少しばかり新雪があったりするのが最悪の条件であるそういう時には町役場の方で トラックに砂と岩塩の粉とを混ぜたものを積んで、それを道路の上に巻いて歩く。朝の8時の出勤に間に合うように出かけていくと、よく途中でこのトラックに会う。歩道の上も危険である。婦人たちは皆ハイヒールを履いているので、滑って頭を打ったりすると大変なことになる。 それでこれも町役場の方でごく小型の除雪自動車を朝早く出して歩道の上の除雪をする。全部ではないが各家庭では玄関から歩道までと自分の家の前の歩道とに岩塩の粉をまく。夕方でもパーティーをするときなどは少し危険だと思ったら階段のところと歩道までの石畳の上に この粉をまいてお,くお客の霊婦人に転ばれたらせっかくのパーティーが台無しになってしまうからである。私が通っていたのは国立の雪と氷の研究所で隣町のウィルメットというところにあった。自動車ならば7分くらいで行けるところである。 それで自宅と研究所との間を往復しているだけならば、シカゴの雑踏を知らなくて済む。事実、シカゴへ出かけるのは、一月に一度くらいで、二年間極めて寒算なところに住んでいたわけである。雪は今言ったようにほとんど降らない。寒さと言っても、アメリカとしてはそう寒い地域とは言えない。 氷の研究にも別に有利なところではないミシガン湖は凍るがそれもごく岸のところだけで全体としては凍らない湖であるそういうところにどうして雪と氷の研究所を作ったかという質問をよく受ける私もはじめちょっと不思議に思ったが聞いてみたらよくわかった日本で雪や氷というと 北陸北海道などの雪害とか、オホーツク海の氷とかいうことを念頭に置くが、アメリカの場合はだいぶスケールが違うのである。第一に、欧州と米州等を北極越えの定期航空路でつなぐという問題がある。それから、アラスカに石油発見の見込みがあり、また、 カナダの北平洋側にウラニウムの鉱山が発見されたのでこの数年来北極圏内の開発という問題が大きく表面に出てきたそれで雪や氷といっても対象になるのは北極圏内の雪や氷なのであるそれで研究材料がいつでも手近なところにあるという場所を選ぶとなったら グリーンランドかアラスカに研究所を建てなければならないことになるそれは非常に無理な話であるしまたそういう現地にはいろいろ施設もできているので時々出かけることもできる欲しいのはそういう各地の試験や調査の元締めをするところであって今度ウィルメットにできたのはいわば中央機関なのであるそうなると 選定の条件がまるで違ってくる。結局ワシントンへ飛行機で2時間くらいで連絡できること。有能な科学者を持った大学が近くにあること。良い住宅地域であることなどという点でこの場所が選ばれたわけである。グリーンランドへ行くのなら100マイルや200マイル北へ行こうが南へ下ろうが大した違いはない。それよりも、 環境の良い住宅地ということの方がもっと大切であるそうでないと人を集めにくいからである研究材料の方は運んでくればよいので事実、アラスカの氷河から大きい氷の単結晶を何トンと運んできてそれを低温室の中に蓄えておいて使うことになった冷凍トラックで運んでくれば何でもないことである。 最もそれは原理としてはという話であって、実際に氷河の氷をアラスカからカナダを通り、アメリカ大陸のあの鉱爆たる砂漠を横切ってシカゴまで持ってくることは大変な難事業である。しかし良いとなったらそういうことを平気で計画しすぐ実行に移し、そしてそれをやり遂げるところがいかにもアメリカ流である。 雪の方はもう少し話が簡単である。シカゴの北方へ300マイルも行くと、カナダとの国境近いところにたくさん雪の降るところがある。冬のうちにそれをトラックいっぱい運んできて、これも低温室の中に蓄えておく。シカゴおよびその北方は、冬の数ヶ月の間ずっと零下10度以下になっているので、 運搬は普通のトラックで十分である。日本で問題になる雪は大部分湿雪で水分を含んでいる。そういう雪の性質を調べるには現地へ行くより仕方がない。運んできて低温室の中に蓄えておくと水分が凍ってまるで別の雪になってしまう。しかしアメリカの場合は グリーンランドにしてもアラスカにしても問題となる雪は全くの関節で雪音も零下か数十度であるこれは全くの氷の粒の集まりであるから低温室の中に貯蔵しておいても蒸発を防ぐようにしておけば性質はそう変わらないそれでアメリカの雪の研究の方が日本の場合と比べてずっと優しい。 シカゴ郊外の住宅地域にこの研究所が建てられたことは私たちには大変ありがたかったウィネッカの町は木の多い町で夏の間は町中が森になっているほとんどが菓子や奈良のような落葉樹で冬になると葉はみな落ちてしまうしかし細い枝が網の目のように空を覆っている冬の大木の姿には また別の美しさがあった。外の気温は零下二十度にも下がっているが家の中は春のような暖かさである。家によっては夏くらいにしているところもあってそういうところへ行くと汗をかいてひどい目に遭う。よほど大きい家ではスチームを通しているところもあるが大抵の個人住宅では 重油を炊く熱風暖房である私たちはあまり暑いのには慣れていないので合わせくらいの温度にしていたしかし大抵のアメリカの家では80度くらいにしているので婦人たちは冬でも夏とほとんど同じ着物を着る習慣になっているその代わりオーバーだけは毛皮か腎臓毛皮の温かいものを着る 毛皮のオーバーなどというものもアメリカの中流階級の生活状態では贅沢品というよりもむしろ一種の必需品である自動車の中は暖かくなっているが門から玄関まででもオーバーなしには歩けない零下20度のところを夏服で歩くわけだから当然な話である アメリカの中流階級の人たちの冬の楽しみといえばまずパーティーであるもちろんパーティーは年中いつでもやるが冬は特に盛んであるパーティーといえばクリスマスがすぐ連想されるしかしクリスマスの晩に大勢の友人を家へ招いたりあるいはキャバレーなどで酒を飲んで酔っぴて騒ぐのは日本の習慣であった アメリカのクリスマスはいわば家庭の行事である。家族のものと両親や近い親類のものだけで静かにクリスマスの七面鳥を食べるのが普通の家庭のしきたりになっている。日本ではクリスマスの晩は銀座などの料理店やキャバレーが大繁盛をする。それに相当するのは大晦日の晩である。 大晦日の夜は若い元気な連中は皆繁華街に出かけ、盛んに酒を飲む。そして十二時の鐘が鳴った途端に感触玉のようなものや小さい爆弾のようなものを盛んに鳴らして、誰にでも新年おめでとうを言う。街路は人でいっぱいになり大変にぎやかなものらしいが、これは大抵若い連中のすることで一度も出かけたことはなかった。 下20度のところに数時間も出かける勇気は我々にはないそれにしてもお年越しは外の遊びクリスマスは家庭の行事とこういうふうにちゃんと区別があるところがちょっと意外であったウィネッカに2年住んでみてアメリカの中産階級は家庭では案外に健全な生活をしていることを知ってちょっと驚いた こういう住宅地域では夜の9時になると街中真っ暗になってしまう。冬は特にその傾向が強く夜になると自動車もほとんど通らずひどく深淡としたものである。しかし家の中だけは暖かくなっている。そういう時に隣からピアノの音が聞こえてきたりするのはちょっと悪くないものである。